してないよ、お兄ちゃん。私を守ってくれたし。お兄ちゃん？はい、見ました。即席の割にはいいセンスね。特に年賀状と写真をコラージュしたあたり。あの人を見下した態度、思わず様つけて呼んじゃいましたけど、やはり。トムちゃん、お祈りしたでしょ？違うキャラに変わりたいって。そんな気持ちから、私生まれちゃった。いいよな、ヨーコは。あんないい男と旅ができてさ。でも、なんか落ち着かなくて、お父さん心配してるだろうな。クラス対抗やばくない？じゃあ、1、2、1、2のリズムに合わせていこう。大丈夫？ここ学校よ。なぎの森学園高等部、2年 A 組。選抜お願いします。そっか、妖怪降雪機便利。下見を兼ねて上京してきたの。私こっちの大学受かったから。無駄って何さ、ランが全力で応援してるから。アムちゃんは頑張れるし、キラキラ輝いてるんじゃん。トミーユ君が襲われてる。諦めてないです。確かに今は落ち込んでて停滞中ですが、いっぱいた、あなたのために怒ってくれるような人だからきっと大丈夫。あのおじさんの話ちょっと長いです。でももうすぐ帰るから、そしたらカレー作ってあげるね。カーボベルデ共和国から。じゃあせっかくだから新しいポーズを考えてみない？例えばなんかなかったね。リングもこの歌もこんなに綺麗。ミーニー、もうまた押し入れにこもって、早く起きないと学校遅刻しちゃうよ。毎日が文化祭みたいで楽しかったな。あら、すいません、緊張しちゃって。ありがとうございます。まひろさん、ご飯にします？それとも冷蔵庫の下に黒いのが見えた気がして。え、見間違いだったんですけど、びっくりしちゃって。もう店長、また暴走してるんですか？みさちゃんに妄想トークは禁物ですよ。お話ししませんか？追伸、お風呂のことは恥ずかしいので忘れてください。時間は太郎ちゃんと過ごしたいだけなんだよ。純粋な欲望だよ。何何？何の話？この子の大好物のベリブの実を取りに行ってる間に、誰が何のために。何も女の子はべらせちゃって、ハレム、一夫多妻制、乱れた男女関係。ゲム傷なんですか？みんなと一緒にはいられないなら、なんで私は生まれたんですか？学校の友達とか当たってみるよ。あとは街で勧誘とかしてみるしかないかな。ヨガ様直々に留学の申し出をしてくれたというのに、真っ昼間からあんないかがわしい場所に行くなんて。中に入ってるベーコンが香ばしくていいね。あ、ビスコッティとガレットの戦のようですから、我々も加勢をするべきなので。週の始まりと思うから長いのさ。例えば水曜日を週の始まりと思えばいいじゃん。あ、ひらめきました。メガネが吹っ飛んだことから始まるラブストーリー。メモメモ。それにしてもなんでユラちゃん来なかったんだろうね。固まっちゃってる。こんなに素敵なコーデなのに、ごめんね。みかんの花を取ってきたのだよ。白くて可愛いの。私、片梨君より年上なのに子供扱いして、可愛いとかちっちゃいとか。あの美人な先輩さんが桐島君の家に下宿？どういうことなのかな。今日のオーディションは絶対に負けないからね。遅れたね、黒いマト。今まで私のストレングスがお世話になってたみたい。マトが取り込まれちゃうなんて思ってなかった。マトがあの世界に触れることで。にないもんがあるわけちゃうけど、いろいろ名前が違うてめんどくさいねんな。それなのに朝はいつも時間ギリギリまで寝てましたから、毎朝走って出かけてましたもんね。どうぞお気をつけてください。私たちはどうなっても構わない。全てはマスターのため。出発するでござるよ。目的地は本日の戦場ファルネット。忘れてたこいつのこと。駒余らせてるし全然ダメ。不合格。いつもニコニコあなたの隣にダイヤル簡単ニャルラトホテプです。シャルナちゃん、フミもそろそろお年頃、可愛いペットとか飼いたいです。猫がハイテンションで遊びな。私もないの。
あれなら人数合わせくらいにはなるでしょう。結局僕とオードがいればそれでフラスコ計画は敵。とっても大人っぽくてかっこいい。でもそれだけじゃない。アイちゃん、水泳部の部長のお仕事で忙しかったし、ミヤこそおでん屋台の手伝いできなくてごめんね。ズーネ地区離れ小島ね。各国のシェアの動きを調べた。そしたら驚きだ。よし、悪魔も回復してるわね。さあボートどもからジプスを取り戻しに行くわよ。もう、マヒロさんはこんな美少女に迫られて何が不満なんですか。おやおや、誰かと思ったら図体ばかり大きく頭が悪いタダメシぐらいのアルマゲドンじゃないですか。こんなこともあろうかとカズ兄に発信機をつけておいてよかったよ。っていうか、おためがなんかしんどそうじゃない。で、ありがとう。お礼にお弁当を作ってきました。トト、お前通さない。お前紹介状持ってない、怪しいやつ。だからコマちゃん言うな。昨日駄菓子屋さんで買った飴、カバンから出し忘れてたの。プリズム賞の放送が少なくて、みんなの賞もそんなに見られないの。人気あるんでしょ。この漫画新刊出てたんだ。なになに、今回のあらすじ。素直になれず喧嘩をしてしまった2人。さっきもらった資料によると、ベルセルクは小プロレスと一線を画す真剣勝負を売りにしていて。すみません、でも髪の毛を染めたりするのは少し控えた方がいいかと。ピニオンが振り回ってるよ。あの空飛ぶユンボロがいたらクジライカも怖くないから、私たちがしっかりサポートしなきゃってお姉ちゃんと話してたけど全然大丈夫だった。わかったわかった。それにしても思い出の山か、懐かしいね。我らアウラの子、たとえ地に落ちるともこの翼は折れず。2年 C 組の戸村みちるです。バイトはかなりやってる方なんで、いろいろお任せですよ。でバスケットボールを引退してから3年間、ずっと手を変え品を変え名前を。あのね、ずっと心配してたの。そうくんには連絡つかないし、あの事故でおじさんもおばさんも。だいたいご主人こそ静かにしろとか言って掲示板で昨日の夜やってたアニメの批判してるだけじゃないですか。はじめまして、立花マリカと申します。何卒よろしくお願いします。次の連中はこの上を通過した時、宝石にパラシュートをつけてこの路地に投下した。姫様、クロノワールの件聞いてます？あの悪名高い魔女、今街にいるみたいです。心配ないって、良くなったら夜中に出発するって。けど三男がいるなんて今まで聞いたことある？それでもあの人に会いたいの。どうして？何やら魔物らしきものも現れているとかで心配ではあるのですが。やっぱあんた陰険よ。靴ひもの時と変わってない。6年も前のいたずらまだ根に持ってるの。ほんとだってば。シスターシャンテは素直ないい子。嘘なんて。モノクロームさんを超えるつもりで。ちゃんのおかげでバンドと照明の予算が浮きましたので、そのお金でダンサーに参加してもらおうと思いまして。どんどん良くなってきとらん。キャラメルも人気出てきよるんじゃなくかね。DJ に猛烈立候補ですね。が、これで気になるラクサムの初恋の相手がわかるんですよ。校長先生とかの挨拶を聞いて、新入生の名前呼んで校歌を歌って終わりかな。任せて、本番までに新品以上の見栄えにしてあげるわ。そうなの、私も最初はね、ちょっと危ない人なのかもって思ってたけど。でも先生、私こっちの方がさっきよりずっと好きです。去年自身が超人であると暴露され、オイルショックで首は繋がったけど足元は脆い。それはわからないけど、アーサーじゃなくてもこれほどの力を持った人間を放っておくわけにはいかないやる。智者は惑わず、仁者は憂えず、勇者は恐れず。チカちゃんだと思うけど。知ってる情報を全て差し出さなきゃならないのだ。君もすぐ白状したまえ。お母さんが泣いているぞ。にゃー、西洋教会シスターシャンテアピニオンです。よろしく。私からお前に会いに行くなと言われたが、そんなことはどうでもいい。でもあなたはきっとあいつに会いたいはずだ。私は金色かな。キラキラ光って綺麗だけど、
放っておくとくすんじゃうでしょ。ごめん、全然覚えてない。しっかりね、お兄ちゃん。今年から花のミュージカル学科生なんだから。ええ、みんなでおったからって応援してるって持ってきてくれたの。そんな、帰りたいよ。ゆう子に会いたいに決まってるでしょ。長引けば不利。最初の1分でカウンターを当てられなければ勝ちはないやるよ、ネギ坊主。あれは私のせいじゃ。いえ、すみませんでした。パン食べてるんだから静かにして。占い屋のリリスです。双子座の巫女です。ちぇー、マナまた適当に殴りやがったな。見た目に関係なく優しい人こそが運命の相手だと。あー、ごめん、忘れ物したの思い出しちゃってさ、戻るわ。ここは反教会革命組織ネオアバロンのアジトで、私はそのリーダー、カレン・クルツ。セレクターはあと5人。そろそろクライマックスだ。もっとゲームを盛り上げないとな。あれほどの数を一網打尽にするとは、やってくれたな。我が姉、トレーニーたちが足止めを行っておりますが、まるで歯が立ちません。手を出せば、たとえ共食いになったとしても、私はあなたたちの敵に回ります。おはよう。夏休みどうだった？困ったもんですな、川瀬隊員。議論の余地はないよね。ああ、私はどうしようかな。ジン兄さんの予備校に行こうかしら。魔法14歳。ひょんなことからクラスのみんなに推薦されて、多数決で魔法少女になっちゃった。もうめちゃめちゃに強い6人のことよ。さっきの子はその一人で、クラリス・クレイスっていうの。君と夏の終わり、将来の